最後の方覚えたら OK。 もう今日の天気だとさ、なんか家出たところで、そうだから何もしてないよ外では。お昼まで寝て、お昼まで寝て、でお昼食べて、でなんかテレビから、そう、情報ライブミヤネ屋ですとか言うから、嘘そんな時間と思ったらしっかり14時だった。びっくりした。お昼14時に食べててあれと思って、で14時、そうミヤネ屋が始まってた。お昼食べたら、そうで、ミヤネ屋を聞きながらお昼食べて、でちょっとゆっくりして練習してたって感じです。今日はそう、本当にギリギリにならないと覚えれない人間だからさ、もう追い込んでるよね、もう今そう、明日リハなんだけど、明日までにやんなきゃいけないんですよ。そう、そうだから今やってるって感じです。こんばんは、ギフトありがとうございます。ありがとう。早めに終わった方が良さげです。そうだね、あんまり長くはできないかな今日。明日が終わればもうあれなんですけど、ピアスかわいいね。かわいいでしょ、ハート。ハートなのよこれ。あんま見えないか、横向いてると見えないよね。こんばんは、みんな大丈夫ですか台風今もあれなんかな、今日本当に外の景色見てないからさ、どんな具合かわかんないんだけど、その風が強くて、イヤホンとか しててもちょっと風の音聞こえるぐらい風が強かった感じがしてるんだけど、なんとか帰れた、よかったです本当。もうね、家出なくていいよ本当家出なくていい、無理して。関東は風邪平気でした。でも東京も大したことないって書いてあるし、あれだね、うちの方面は大丈夫なのかな。そう、昨日も別に全然普通に帰れたから、そう、昨日の夜かな、夜が結構やばかった。こんばんは、関西が危険ね、ちょっと怖いわ。こんばんは、
皆さん気をつけてください。本当にもうやだな、なんか雨嫌いすぎて。こんばんは。風の音、あ、これは今クーラーの音です。クーラーがビューンって言ってる。たまになるんです、これ。急にね、止まったと思ったらまたね、動き出すのよ。多分それの音かな。今はあんま風とか音しないかも。わからん。どうだろう。こんばんは。エアコンつかないのしんどいから停電しなくても。確かに困る、それは確かにそうだね。ああ、風の音聞こえるわ。ちょっとだけだけど、ヒューンって言ってた。福岡ツアーの日天気心配なさそう。本当に？もうそれがねちょっと心配だったんだけど、大丈夫かな。福岡は大丈夫そう？いや本当に困る。せっかく福岡まで行くのに天気悪いとかになってくるとちょっとめんどくさいから。こんばんは。めんどくさいからね。こんばんは。リカは嵐からの隠れ場所に投票しました。あ、嬉しい、ありがとうございます。いや、なんか昨日見てて思ったわ、テーテン。いや可愛いね、私たちの曲。いやなんか前から思ってたんだけど、なんかすごいちゃんと集中して見てみたら、何この可愛い曲って思っちゃったんだけど。そう、なんか衣装も可愛いしね。なんか回った時とかにさ、絶妙にスカートの長さがさいい感じだから、なんかふわってなる感じとかなんか可愛いよねいや本当にすごい思った。なんか1年以上経ってるけどこの曲歌って、いや本当になんか可愛いそう、可愛いなと思いました。ギフトありがとうございます。ありがとう。楽しみですね。リクアも明日までらしいので、投票が、皆さん投票券持ってたらぜひこれに投票してとかは言わないけど、みんなさんが好きな曲とかリクアワで聴きたい曲をぜひ投票してください。こんばんは。皆さん何に投票したんですか？もうした人多いんじゃないの？いつだったら選べないな、ちょっと選べないな。散々悩んでさっき全部投票しました。いや悩むでしょ、だってもう曲の数がさとてつもなくあるからさ、もう悩むよ。エスコアに精神グロイング入れた。あー可愛いね、精神グロイングね。確かに可愛い。やっぱ新公演って言ってまだ1年しか経ってないから、陸側の会場でね、もしエスコアの曲がランクインしたらエスコアに行きたいなって
思ってもらえる方がいればいいですね。そういう機会になればいいなって思ってます。リーダーに聞かせて素晴らしいから嬉しい。いやでも今回なんか自分の予想だけど、そういう公演の曲多くなりそうな感じがするって言ってもあれですもんね、新公演どのチームももういただいてて、で仮にだよ全部その曲がランクインしたとしても半分には満たないわけじゃないですか。だとあと半分って考えたら、いや本当になんかめっちゃ懐かしい曲とかもしかしたら聴けるかもしれないと思ったらね、楽しみですよね。こんばんは。放課後レースとかって言うんです。放課後レースいいね。私もね放課後レース大好き。こんばんは。えさチーム曲もいいのがいいからすごい悩んだ。確かに凍える前にとかさ、いや本当にいいよな。凍える前にめっちゃ好きなんだけど、凍える前にも好きだし、何がいいか、彼女がいる、あーいいね、彼女がいる、いいね、彼女がいる。初めて会った時嬉しかったな、好きだったから。消せない炎、あー消せない炎どっかのタイミングでやったけど、いつやったんだろう、めっちゃ忘れちゃったけど、すごい覚えるのに苦戦した記憶がある。消せない炎、懐かしい。コスモスの記憶が大好きです。コスモスの記憶ね、あの衣装かわいいよね。コスモスの記憶の衣装めっちゃ好きなんだけど、すごくかわいい。もう15分だ、早い。今日40分になったらちょっと終わろうかな。あと10分くらいやります。こんばんは。いろんなことありがとうございます。 SK48 チーム S の石黒月です。こんばんは、ありがとうございます。こんばんは。
聖地覚えるの頑張って、頑張る。あとちょっとだから。あと何曲？あと10曲ぐらいかな。頑張っちゃう。マジ立ち位置覚えるのがね一番苦手。見て覚えるタイプ。うん、でも立って覚えたいよ本当はね。本当は今日ゆずのプランを言うと、本当はレッスン場に行って覚えたかったんだけど、こんな天気じゃいけないから、もうベッドに寝転がりながらこうやって携帯ともうにらめっこにらみ合ってます。本当ガン飛ばしてるから携帯に。そう、さって覚えるのが一番覚えやすいんですよ個人的に。自分が動きながら覚えた方が。そう、でもね仕方なく今日は携帯見て覚えてる。でまず1曲覚える。1曲ほんと丸々立ち位置を見て、で次立ち位置の番号を見ずに答え合わせみたいなしていくわけ。こう合ってたら合うまで全部それをやって、で1曲できそれが1曲できそれを1曲ずつやっていくんだけど、例えばブロックごとにもう一回最初から覚えていくみたいな、覚えていくっていうか見直してって、それが覚えれたら次行くみたいな感じで、一気に覚えようとはしないですね。じゃないと頭がこんがらがっちゃうので、一気にゆっくり覚えてます。そんな急いで覚えても結局頭に入んないので、あと寝ることですかね。寝ると結構覚えれるから、寝るのはねよろしい。こんばんは。テスト勉強みたいでしんどい。いや本当にね、やってること本当そんな感じですよ。数字覚えてひたすら。寝ると定着するタイプ。まあでもそうだね、寝るの一回寝、なんかオールで行くとかよりも一回寝た方が体も休まるしね。一回落ち着こうっていう意味でも寝る寝る寝るの大事。一人で覚えてみんなと合流して違和感とかないものですか？あーでも逆に一人でやってると不安でしかなくて、大丈夫かなみたいな、これ合ってるって思うけど、逆にいた方がなんて言うんだろう、そなんか感覚がつかめやすいじゃないですけど、本番っぽい感じがするから、いてくれた方がいいって感じ。一人で練習するより本当はもうなんかみんなでやりたい派。ちゃんと自分が覚えてからの話だけどね。そうでも明日リハだから大丈夫かな。こんばんは。
その辺の覚え方ってみんなそれぞれ違うのかな。いや絶対違うと思います。覚え方もだけど、立ち位置紙でもらわないと覚えれないとかもいると思うし、ゆずも昔からそうでした。最近やっと携帯でもなんとかいけるようになったぐらいなので、立ち位置にちゃんと丸つけて覚えやらないと覚えれないとかそんな感じでした、入った頃は。今はもうね、印つけなくても覚えれるようになったんだけど、そう、そうやって書いて覚えるみたいなスタイルもやってましたね。でもね、携帯だけじゃ覚えれないんだよね。そのまますぐリハにはいけない。一回自分が立ってやらないと頭に入んないの。こんばんは。だからほんとレッスン場と同じバミリのなんか部屋が欲しい部屋が欲しい。こんばんは。絶対に不可能だが、もう同じ大きさで、もう鏡もちゃんとあるレッスン場が欲しいです。家の隣に。それがあったらもうとっても楽なんだけどねまあそういうわけにはいかないですね。ちょっとね、難しい。こんばんは。あー、雨が降ってる。こんばんは。雨が降ってる。やだな、なんか明日も天気悪いんかな。行くだけで嫌になっちゃいそうだ。やだよ。皆さんもお気をつけて過ごしてください。まあ外出なきゃいけない人もいるかもしれないけど、出なくてもいいみたいな人は家にいた方がいいと思います。ダラダラしましょう。結局ね、家しか勝たないのよ本当に。家にいるべき。こんばんは。明日も元気に出社します。いや、ゆずも明日は頑張るよ。わあ、すごい風が吹いてる。ゆずばも気をつけて、ね、ありがとう。気をつけます。風に飛ばされないようにちゃんと地に足をつけて歩きたいと思います。気をつけます。じゃあ今日は終わりたいと思います。ありがとうございました。この後はちょっと練習頑張ってきます。ありがとうみんな。おやすみなさい。バイバイ。またね。また明日。ありがとうございました。バイバイ。またね。おやすみなさい。ありがとう。